こんにちは、マジロです。今日2020年12月23日は本田美奈子さんのデビュー35周年記念としてコンプリートアルバムボックスが発売されましたということで、早速新宿のタワーレコードに行ってこれを買ってきました。なんで新宿のタワーレコードで買ったかっていうと、まあ、他でね買っても特に特典とかついてないので、タワレコで買うとオンラインだとポストカードがついていて、新宿のタワレコみたいな、ちょっと店舗限定なんですけど、店頭で買うとポスターがついてくる、まあそんなのがあったので新宿のタワレコで買うことにしました。でこれね、ポスターね、こういうのってね嬉しいですよね。あの当時アイドルのアルバムとかお店で買うと大体ね必ずポスターついてきたんですけど、まあそういった当時の興奮がなんか蘇りますね。あとね、ポストカードもくれたんですよね。マジって思ったんですけど、まあひっくり返してみたら本田美奈子さんのじゃない、まあタワーレコードのねポストカードでした。じゃあ早速出してみましょう。あ、これはですね、これもね今日発売された志賀真理子さんのアルバムなんですけれども、これもね貴重なんでね思わず買ってしまいました。はい、では本田美奈子さんのボックスですね。ジャケット写真がねつい最近まで公開されなかったんですけど、まあねどんな感じになるのかなって思ってたんですが、可愛いですね。ボックスっていいですよね、こういったこの厚みがねずっしりくる感じが。でこのセラベルっていうかね、ここに書いてあるのをちょっと読み上げてみますね。デビューから1995年までの全オリジナルアルバム9枚、ミナコ with ワイルドキャッツ名義を含むをコンプリート、ライブアルバム、オリジナルカラオケ集、ミュージックビデオ集初ブルーレイ化を含めた全13枚ボックス仕様、未発表写真を含む全20ページフォトブック付き、手書きメッセージ入り、紙ジャケット仕様、全曲24ビットデジタルリマスタリング2020、全 SHMCD、完全生産限定版 12SHMCD プラス1ブルーレイ。まあ、つまりはオリジナルアルバムが9枚、ライブ版が2枚、特典ディスクが2枚の計13枚ということですね。特典ディスクはカラオケとこの歌を For You と題されたミュージックビデオ集。まあ紙ジャケはね人によってね好き嫌いあると思いますけど、まあこういったボックスで発売されるとね、紙ジャケじゃないとかなりのね厚みになっちゃってねスペース取るんでね、個人的には紙ジャケは好きですね。でクロスオーバー歌手時代のものはないので、純粋に本田美奈子さんの作品集というとコンプリートではないんですけれども、まあ本田美奈子ドットは含まない本田美奈子名義のアルバムとしてはコンプリートですよね。本田美奈子さんのアイドル時代のアルバムっていうのは今はですね入手困難なので、まあこういった感じでねアルバムを全て揃えることができるっていうのは、まあ私みたいにねアルバムコンプリートしてないファンにとっては嬉しいボックスの発売ですよね。でこの紙ジャケで復刻された、ジャケットなんですけれども、かなりね綺麗にプリントされてますね。このボーナスディスクのカラオケなんですけれども、まあ、シングル全曲入ってるってわけじゃないんですけど、どんなものが入ってるかっていうと、まあ、テンプテーション、1986年のマリー、悲しみスイング、まあ、こんなようなのが入ってます。ミュージックビデオはですね、コンプリートって書いてあるので、まあ、全部入ってるんでしょうね。キャンセル、ワンウェイジェネレーション、ララバイ、まあ、こんなのが入ってます。ブックレットはですね、本田美奈子ドットミュージアムに展示してあるような手記ですね。まあこういうのと、あと写真で構成されていて、まあ私は写真集はですね、一冊しか持ってないし、本田美奈子ドットミュージアムのパネルで見るぐらいなので、なんとも言えないところがありますけれども、まあ初めて見る写真ばっかりで、で、まあ見たことある写真でもですね、ちょっと写す角度が違っていたりして、みんな可愛い写真でね、素敵なものばっかりです。個人的にはジャンクションのジャケットが一番好きですね。なんかこの本田美奈子さんの佇まいが好きです。リップスの中にはですね、ジャケットと同じ柄のステッカーが入ってます。じゃあポスターをちょっとね、開けてみましょうね。ポスターは、大きさはですね、縦73センチ、横 51.5 センチの、大型で、柄はですねタワーレコードとかの、まあ、ホームページとかで、公表されていますけれども、水着の美しいショットになってます。はい、ということで簡単ではありましたが本田美奈子さんのコンプリートアルバムボックスの開封動画でした。詳しい仕様とか CD の音質、まあ、こういった点については後日ブログにアップしようと思うので、
気になったらマチロブログっていうんですけれども覗いてみてください。ブログのリンクは概要欄に貼っておきます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。